2010年のクリスマスイブに、とあるスレが立ちました。性の6時間を正すために6時間聖剣好きをしようと思う。性の6時間とは12月24日の21時から、翌25日の午前3時までのことを言います。こう呼ばれる理由は、日本で一番 SX をする人が多い時間帯だからだそうです。そんな性の6時間を正すために、聖剣好きを6時間もするという正気とは思えないスレです。まず安価で場所決め。10、深夜になるから明るいところでできるだけ人が多いところが好ましい。ちなみに大阪在住。千代田区、人のいない山奥。雨村中央広場。来たこれ。これは期待。と安価、括弧書き込みの番号に沿って、集合場所が決まっていきますが、すまん10って言ったけど、個人的にリア充の多そうな梅田がいい。梅田でいい場所教えてくれ25。相変わ絶対。10、すまん梅田の方がやりがいがあると思ったから提案しただけだ。場所は雨村中央広場。とこのように、書き込みの番号10番だった、雨村中央広場が開催場所となります。中央広場ってことは三隅公園でいいのかな？次服装40。ふんどし、上半身裸、下短パン、革靴。ダンボール製全身鎧。サンタ服。すべてをスレミンに委ねているエッチ。大丈夫なのでしょうか？サンタの聖剣好きか。見に行ってー。場所は雨村中央広場。服装サンタ服。次月の掛け声65。せい、夜は、俺は、ハンサム。死ね、死ね、宮中死ね、繰り返し。場所は雨村中央広場。服装サンタ服。掛け声死ね、死ね、リア充死ね、繰り返し。ストレートで悪くないなわら。ただ他の掛け声も魅力的だから、書き込みあった他のものもたまに言うかも。勢いでスレ立てたけど他に何か安価取ることとかある？ 9 時からスレ立てして、随時報告。3時までか、死ぬな。ヒートテック上下3枚ずつ購入済みだ。9時までどうするかだな。素性バレるのも嫌だから、どっからかフラッと現れることにする。みんな期待している。今夜有意義に過ごせるかどうか、すべてお前の肩にかかってる。ありがとう、お前らに、今日、出かける予定ある。の一言を言わせるためだけに俺はやる。心配と期待の声を投げかけるスレミンに対して、心強い一言ですね。荷物をいろいろと用意してた。7時には家を出発するつもりだがそれまでこのサンタ服をもっと目立たせたい。まだ勢いがあるかわからんが安価175。ホットパンツ仕様に切って、ビーズの稲葉の声真似で叫ぶ。掛け声に、ニューガンダムは伊達じゃない。お追加。袖と裾を七分加工。幅の広いグラサンかけて、サンタ服をノースリーブにする。了解。だが顔は笑い男で行こうと思ってる。とりあえず時間ないしノースリーブにしてくる。ちょっとっと待ってて。15分後エッチが戻ってきます。ノースリーブにした。服がでかいからそこまでノースリーブっぽくないかもな。もう時間ないから次最後の安価205。できれば手間がかからず温かいのにしてくれたら嬉しい。うむ頑張れわら。寒そうわらわら。ホットパンツ。205、お前。暖かい格好を望んでいた一致に対して、まさかのホットパンツという仕打ちです。ではそろそろスタート地点へ向かう。携帯でレスできるかわからんが、その場合スネークがいたら代行頼もうかな。じゃあ、回路持っていけよ。ホットパンツにノースリーブの、稲葉スタイルとは、手と足が寒くなるな。中に大量のヒートテック。肌の露出面積が広すぎて、無敵のヒートテック様も今回ばかりは、スネークは暖かい飲み物を差し入れしてくれ。会長じゃあるまいし、6時間聖剣付きはさすがに死ねる。過酷な戦いになるであろうエッチに対し、スレミンたちの心配と期待はさらに膨らんでいるようです。そして時刻は20時30分です。雨村ついて知り合いの家の PC で書きこ。さっき三隅公園見たらイベントやってて人いっぱいいた。道化しか面かぶったみたいな連中がマジックみたいなことしてた。何回章かぶってるんだけど。そこは電飾で自分らしさをアピールするんだ。そろそろ出発する。お前ら、メリークリスマス。ついに聖夜が始まるぞ。さあ、聖の6時間開幕だ。ついに始まりました。すると早速スレミンの一人がエッチらしき人物を発見します。女の子サンタのエッチらしき人が。エッチは女なのか？わらわら。話しかけてみる。まさかの女聖剣とかシャレにならんぞわらわら。スネークさん1号に携帯用を借りて陣もらった。オラ頑張る。女だと。エッチさんはとても人気です。何が起きてるんだ？ちなみにエッチは男の子でした。今女の子に囲まれてますわらわら。何やら人気者になっているらしいエッチ。忙しいのか、なかなかレスしてきません。一はまだか。頼む、クリスマスに聖剣好きをぶちかましてくれ。うぷはまだか。書き込めた。一です。さっき陣くれた人が写真撮ってくれるらしい。今はまだ三隅でついてる。仕事帰りに三隅公園寄ったらほんまにやっとる。これがビッパー。会いたすげえよ。そしてついに画像がアップされます。クソワロタわらわらわら。頑張りわらわらわら。残像が、本当にやるとは。音どころか光を置き去りにするとは。久々にスレタイで増えてきてみたら、貧相な体にクソワロタわらわら。リーマンさんありがとう。23時にミスミ出て HE ピーク。ちなみに道わからんからスネークさんいたら案内してください。若すぎるわらわら。いつみたいなやつ嫌いじゃないでわらわら。
うぷありがとう。写真にいる人だかりはどっかのリア充に絡まれてただけ。か時間で文字盤打ちづらい。1さんは爽やかでいい人でした。あと予想通りドキュンに絡まれてましたわらわら。残り頑張ってください。以上1スネークでした。途中はロタわらわら。どんな風に絡まれてたの？女、ウケるー。男、飽きてきた。女、彼女いないんですか？男、他のこともやれよ。みたいな感じ。もう手の感覚が。途中つくしかないなわらわら。いや重視ねって言ってついてやれよ。背中のマントに書いてる内容が解読できん。誰か教えてくれ。6時間制限付き。じゃね。あくまでも性の6時間を正すためであって、笑わせるためにやってるんじゃないからな。制限付きをやり続けるんだ。頑張れ。俺はまだやれる。そろそろ HEB 行く。移動大変だから自転車で行くけどごめん。これは応援せざるを得ないわらわら。なんで息はここまで頑張れるの？ここで一人のスレミンが画像を編集してアップします。マジかっけー。ここはロタわら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 。一さんほどのイケメンをクリスマスにほっとくなんて世の女どもはどうかしてるな。一致の頑張りにつられて自分も頑張り出すスレミンもいました。一が頑張ってるのに何もできない自分が嫌で、とりあえず子供の頃の道義出してきたわ。これが感謝の聖剣好きの力か。感謝の聖剣好きとは、漫画ハンターハンターのネテロ会長が若かりし頃、不動に恩返しをしたいと思い行った修行のようなものです。可愛い子にクッキーもろた。メリークリスマスだってさ、お礼言って食べた。手作りで味しなかったけど美味しかった。またお礼言った。いいよって言って、彼氏のとこ帰ってった。俺はまだいける。頑張れ、負けるなわらわら。結構なダメージ受けてるなわらわら。誰か助けてやれ、一は今重傷だぞ。とりあえず0時まで参画。そっから HEB 行く。あと狐のお面つけてるんだけど、さっきカップルの男の方に。なんとかクラブの場所で借りますかコン。わからないんですねコン。とか言われた。まだまだ俺はいけるようだ。あらてはロタわらわらわら。あんかのグダグダさで、どうせ釣りだろと思ってたらすごいことになってるな。希望の光だ。神々しいな。やべえこれ拳から光とか出てる。神様が、頑張っていらっしゃる。リア充を否定するために、リア充に絡まれても言葉は発していない。スネークさん忘れたいとか言ってきてくれ。時刻は0時前、さすがに元気がなくなってくる一致。しかしここで天気が訪れます。天が一風百国配ってるミニスカサンタが、そっち向かってるらしいぞ。わおお。天がさんが来た。今着替えに行ってる。俺力が湧いてきた。無双の縁だ。神々の祭典だ。拳に天が一風つけての聖剣好き希望わらわら。これはクリスマスに突如現れた、ただし拳付きサンタこと、コン、と、ビッパーの物語。いつから名前、コン、になったんだわらわら。聖剣と天が、これで姓を正すとは、全く抜かりがない。新たな登場人物の出現でスレミンたちも盛り上がりを見せます。天がさんと5分ほどついて、一旦別れて今から自転車で本丸 HEP へ。天がさんはタクシーだそうです。着いたらまた書き込みます。真夜中に広がる聖剣の絆、胸圧。もう俺来年から12月24日25日は、聖剣好きする日にするわわらわら。一のためにケーキ持ってきたけど、原付きに乗せてたら崩れました。おいわらわらわら。ちなみにイチゴのレアチーズケーキだった。本当に過去形だなわらわら。バッキバキやぞわらわら。このクソ寒い中チャリで HEP 目指すとか、頑張れ。今、俺の目の前をサンタが、明らかに寒そうなサンタが颯爽と、幻覚か？早く追いかけろわらわら。クリスマスを呪ってた自分がバカみたいだわ。日本にはまだまだ男たちが存在するんだな。プレゼントを持参する者まで現れました。一致の影響力は凄まじいものがあります。今まだ移動中、指がかじかんでせっかくのレスがあまり見れてない。すまない、もうすぐ着くと思う。なんか泣けてきた。なんでだろう。一が頑張ってるから俺も聖剣好きやってみた。いい体すぎんだろわらわらわら。ちょっとその肉体よこせよわらわらわら。引きこもり受験生だから色白いけど支援。またいい体だなわらわら。マッチョ率高すぎるわら。着いた。天ガさんが囲まれてる。着替え合流する。すでに本泉かよわらわらわら。天ガー、1、着きました。あと2時間行きます。世の中のリア充に一泡吹かせてやれ。応援してる心から。絡まれてるわらわら。大丈夫かわらわら。助けてあげろよわらわらわら。先ほどのレアチーズケーキのスネークさんもやがて現地に到着するようです。大阪駅着いたぞ。ATP 着いた時に絡まれてたらこいつをぶつけたらいいかな。それは渡してあげろよわらわらわら。カップルにぶつけてやれわらわら。目的変わってんじゃねえかわらわら。爽やかな男だった。サムソンわらわらわら。美食やねわらわら。人気者なってるわらわら。めっちゃ動画撮られてるわらわら。おいこら、自分は何もできないと嘆く奴ら。お前らには立派な拳があるじゃないか。つくんだよ聖剣を。一への感謝を込めて。リア充が絡んでくる。ムービー罰ゲーム暇人。なんとでも言え。俺は天ガさんとあと2時間つく。スネークの皆さん差し入れありがとう。楽
ただガリガリ君はきついぜ。ガリガリ君わら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 。ガリガリ君差し入れしたやつちょっと屋上来いや。一はガリガリだから仕方ないなわら。ガリガリ君食い切った。歯が痛い。この企画昨日の昼に歯医者行ってて思いついたんだけど、奥歯の神経取ったばかりなんだ。なんで今食ったわらわらわら。なんで歯医者で政権思いつくんだよわらわら。差し入れまた来てくれた。天賀さん、肩紐切れてとうとう両ニップルス出てる。クリスマスはまだ始まったばかりだ。やだ、セクシー。想像して増えたわらわらわら。お前らこのままぬくぬく部屋ん中いんの？俺らも ID 腹筋して応援しようぜ。手術したばっかりだけど一のために政権好きやる。みんなありがとう。オラに力を分けてくれ。さっきからカップルが通るたびに、スネークさんと掛け声出してる。天賀さんはいい男だよ。仲間が増えたのですね。いや、素晴らしい。多分、現地みんな手がかじかんでる。警備員来たわらわら。警備員が自宅警備員ということを祈る。警備員スルーしてった。絡んでたのもどっか行った。しかしケーキ食べてくれない。困る。警備員まさかのビッパーか？空気読める警備員さん素敵わらわら。3人組のリア充に絡まれて、一人に脇腹数回緩く殴られた。あと1時間。リア充もつく。俺もつく。警備員そこ仕事しろわらわら。頑張れ、リア充なんかに負けるな。風が強くなってきた。天賀さんの服が下がる。それじゃあもう上裸じゃないか。この極寒の中、上半身裸、だ、と。てか天賀さんの方が気合入ってるわらわらわら。そろそろスレも終盤だな。一気に負けないほどの気合が入っている天賀さん。かなりカオスな状況ですが、残り時間はもうあとわずかです。あと30分。スネークさんに回路もらった。あったかい。これが真のVIPぬくもり機か。スネークの一人が BGM にザードの負けないで流し出したわらわら。もっと声出していこう。辛い時こそリズム忘れず、ラスト20分頑張れ。ラストスパートだ。死ね、死ね、リア充。ドド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 。あと15分。腕の感覚がない。だが私と天賀さんはまだクリスマスに断固たる突き与える。一頑張れる。死ね、死ね、リア充、死ね、死ね、死ね、リア充死ね。死ね、死ね、リア充死ね。午前3時まであと5分、スレは最大の盛り上がりを見せます。男たちの背中である。かあ、こいつら男だぜ。5分、5分、あと5分。あと5分、死ね、死ね、リア充、死ねー。5分、俺たちは、一つだー。死ね、死ね、リア充死ね。お前ら死んでも拳を下ろすなよ。死ね、死ね、リア充死ね。おー、つけつけつけー。最後の60秒、死ね、死ね、リア充死ね。頑張れ1、死ね、死ね、リア充死ね。ラスト、おー。死ね、死ね、リア充死ねー。そしてとうとう午前3時を迎えます。お疲れ様ー。伝説が生まれた。たー。メリークリスマース。キリストも褒めてくれるこの色。本当によくやってくれた。これは間違いなくVIPの歴史に残るスレだ。こうしてクリスマス政権伝説は幕を閉じた。おい、1、応答しろ。1位。ただいま帰宅中。まだ指がうまく動かないから帰ってからしっかり報告する。4時半までには帰れると思う。できれば星を頼む。6時間お疲れ。そしてありがとう。帰宅中に死ぬなよわらわらわら。帰宅しました。着替えたり荷物片付けたりしながらレス見返してます。もらったケーキ食ってウプする？もらったのかわらわら。まさかあのレアチーズケーキのことでしょうか？まずは体温めないとな。体は腕の感覚がやっと少し戻ってきたが、今度は背筋がズキズキする。いっぱい着込んで体温めてる。スネークさん二人が持ってきてくれたケーキはもらってきた。片方はコンビニのロールケーキで、片方はまさかのホールケーキみたいだ。早速飲み物取ってきて中開けて食ってみることにする。もしあのケーキだとしたら中身はバラバラのはずですが、イッチの反応はどうでしょう？おい、おい、なんだこのケーキは。どうしたの？これはひどいわら。予想以上にひどいわらわらわら。許してやってくれ。そいつはお前に会うために、様々な苦難を乗り越えそんな姿に。一度投げられそうにもなったしなわらわら。一回冷蔵庫かなんかに入れたらいいかもね。これが戦場を生き抜いたケーキの姿か。ケーキはぐしゃぐしゃでしたが、無事にイッチの手元に渡ってスネークさんも本望でしょう。そしてイッチから感謝の言葉が述べられます。本当にスネークさんたちには感謝している。あんな寒い中。それも夜中に福岡から来てくれた人もいたしな。不満なんて何もないさ。とりあえず今日もらったものをまとめてウプする。少し待ってくれ。福岡かな。何時間かけてきたんだよわら。今日もらったもの。ジン。あの子のクッキー。飲み物複数。ロールケーキ。ノー。ガリガリ君。おにぎり、ドキュンの脇腹へのストレート、カイロ、スナック菓子、お前らの声援、気づかないうちにこんなにもらってたんだな。天賀さんやスネーク同士にも差し入れてくれたスネークさんありがとう。ノーとストレートわらわらわら、ノー扱いわら。そろそろ線だな。スネークの皆さん、ビッパーのみんな支援ありがとう。天賀さん、あなたとついたことは一生忘れない。
みんなクリスマスに嫌な気分になったら、どうか俺や天賀さんのことを思い出してくれるといい。クリスマスは6時間ぽっち努力すれば、激しい筋肉痛と引き換えに音速を超える月と、自分で素敵な日が作れるということを。メリークリスマス。こうしてスレは伝説となり幕を閉じました。おとなしく迎えるはずだったクリスマス。イッチの奇策で最高の聖夜の夜に変えてくれました。そんなイッチの勇気ある行動に励まされたスレ民も多くいたようですね。皆さんも聖夜には、聖剣突きをしましょう。